本日のね、夜ご飯はですね、俺の第二のふるさと、苫小牧にありますね、横田ジンギスカンネギ坊主。ここをね、マジでおすすめよ、皆さん。まずね、メニュー表をね、読んでいけーす。いやー、豊富よ。種類も豊富ですよ。いいしょ、おしゃれですね。おしゃれでしょ。これどうですか？ジンギスカン、ヒレ、ラムタン、横田ジンギスカン、いろいろありますよ。ラムのたたき、これおすすめですね。ラムのたたき、まあこんな感じでね、メニューをね、じゃんじゃんね、見てゲーす。男盛りなんてね、食べ比べセットとかなんかお得なのもありますね。29日は肉の日ということで、もういいでしょ、このメニュー表がね、素晴らしいでしょ。これガラポンもできますから、ガラポンもね、うん、あの最後7000円以上あのお会計行ったらね、まあそんな感じでね、おーいいね、生ラサワー、おーいいですね。運試しのね、あのハイボールなんてね、あの俺もねやったんで、俺は持ってる男なんで、なかなかね、あの素晴らしいサイコロを振りますよ。まあそんな感じで、あのコースなんか宴会とかもできるんで、皆さんよかったらね、あの住所とかも書いとくんでね、ぜひ苫小牧に来た際はね、ぜひ行ってください。ジンギスカンを食べてください。まあそんな感じで、おーこれ系列店ですね。系列店、里見商店、サブロックカフェ、こちらもね、皆さん遊びに行ってください。まず、ルービーから、ドッキョーす。うまいね。うまいね。これ、おしんこさん。おしんこさん、まず、さっぱりしてね。いや、いいですね。肉の前に。絶妙ですね。グー。来ましたよ。お肉が来ました。ああ、ヒレも来ましたね。ヒレも。これ野菜たちね。新鮮なお野菜たちをね。まず、焼いてもらってやす。わー、いいですね。いいですね。いいね。お肉いいね。肉食べてる時ってやっぱ幸せですよね。まあ、早速ね、このタレにね、つけて、よっきょーす。柔らかいね。柔らかいね。めちゃめちゃうまいね。ビール進みますね。いやー、来ました、横田ジンギスカン。ロースもヒレもね、マジでうまかった。あ、これラムのね、この言ってた叩きです。あ、社長が焼いてくれてますね、自ら。もしね、カウンターに座ったら、運が良ければね、あの、社長がね、あの絶妙なタイミングでね、焼いてくれますから、あのおねだりしてみてください、皆さん。ちょっとお願いしてみてください。絶妙なんでね、こんな感じで。俺ちょっとね、焼肉とか焼くのちょっと苦手なんだよね、あんまりね。だからめちゃめちゃ助かる。玉ねぎ、これ玉ねぎ大事よ。この血をサラサラにしてね、これ大事よ、これ大事よ。うまいね。いや、ほんとお酒進みますよ、ほんと。皆さんぜひね、カウンターに座っていただきたいです、おすすめは。で、来ました、サイコロ持ってる俺はね、しっかりゾロ目。ゾロ目は無料だったようなね。ゾロ目無料ですよ。ほら、来たー。これ、プリップリして。ドッキョーす。うまいねー。いやー、これね、野菜もネギもね、最高ですね。ほんとにね、幸せなひとときでしたよ。ほんとに。うまいねー。最高だねー。そんな感じで、これ、無料で当てたこのハイボールをね、飲みましょう。小指もしっかり立ちますねー。グー。そんな感じでね、またね、甘えて社長に焼いてもらいましてね。はぁ、絶妙な焼き加減で。最後、横田ジンギスカンの方、いただきまーす。これ、いいでしょ？いいフォルムっしょ？最高でした。またね、食べに行かせていただくんで、皆さんもぜひね、苫小牧来た際はね、立ち寄ってくれたらね、嬉しいんで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。